こんにちは、シエルです。今日は YouTube に来ていた質問にお答えしたいと思います。皆さんいつも動画見てくれてありがとうございます。来ていた質問なんだけど、ご活躍の裏にはいろいろ大変な経験などあると思います。そんなシエルさんの仕事や人生に対する考え方など発信いただければぜひ参考にしたいと思います。はい、コメントありがとうございます。いろいろ大変な経験などあると思いますということなんですが、今が一番大変ですよね。みんな今が一番大変だと思います。実は以前こちらのね、質問に対する動画をね、撮ってたんだけど、人生で今が一番大変な感じになっちゃってるし、いろんなことが自分の中で考えさせられているというか、働き方も変えていかなきゃなとか思っている感じなので、改めて今動画を撮っている感じです、ね、学生さんは学生さんでね、将来のことをいろいろ考えたりするかもしれないし、社会人で働いてる人はね、ちょっと働き方に関していろいろ大変な思いをしてるかもしれないのでね、これからどうするんだっていうね、感じな方もいるかと思うんですけども、私のメインの仕事である、マジシャンだったりエンタメ業の仕事は、私の現時点で決定してる仕事が来年の5月なんですよ。今年どうなるかが本当に分からなくて、同じようなね、感じの業界の方もいるかもしれないんですけど、パフォーマーの子とか、あとはイベント会社さんからもいろいろ連絡があったりとかして、どうしようねみたいな感じになってるんですけど、今はイベント関連っていうのはちょっと難しいので時期を待つしかないのかななんて思うんですけど、やれることを考えてやるしかないのでね、そんな感じの毎日なんですけども、今回質問いただいて、仕事や人生に対する考え方など発信いただければということだったので、仕事はね、自分の好きなことしかやってこなかったね。10代の頃はダンサーとして活動して、20歳過ぎからはマジシャンになって、なんか仕事っぽい仕事はあんまりしたことがないかもしれない。就職したこともないし、なんなら大学1ヶ月で辞めちゃったし、そう、その時はね、ダンスがすごい大好きで、当時ビッグな歌番組のレギュラーダンサーに選ばれて、大学入ってすぐの時だったんですよね。その時に私はもう悩んだりとか考えたりもしないで、もうダンスみたいな、ダンサーになるみたいな感じで、一応大学の先生に聞いたの。毎週同じ曜日に収録があるんで、大学来れませんと、大丈夫ですかねみたいな。そしたらもうなんか単位取れないよって言われたんで、もうじゃあ辞めますみたいな感じで、そう、1ヶ月でね、辞めちゃったんですよ。そんな感じの人生なんで、とにかくもう好き嫌い好きな方みたいな感じの生き方をしてきてしまったので、でその後に速攻その番組自体が終わっちゃって、であってなったんだけれども、そこからとあるユニットのメンバーに選ばれまして、海外とかでも踊ってたんですよ。でそこから本格的にいろいろと活動していきましょうみたいな感じの流れになった時に、残念ながら私だけ外されたんですよ。新しい子たちが加入してみたいな、こんなはずじゃなかったのにみたいになって、そこが私にとっては第一次挫折みたいな感じなんですけど、その引きこもってた時に海外ドラマに出会って、で海外ドラマ好きになったのと同時に海外に行って、で海外行った時に、日本人ってすごい人と比べたがるなみたいな、なんかもっと自分は自分らしく生きていいんじゃないかなみたいな風に思って、でそれで、ダンサーとしてフリーで活動するようになったんですね。フリーで活動し始めた時に出会ったのが、マジックの世界で、そこでマジシャンだろうみたいな感じになって、やりたいと思ったらやるみたいな、やめたいと思ったらやめるみたいな、なんかありきたりな言葉だけど、とにかく人生一度きりなので好きなことやろうよみたいな、そんな人生を歩んできてる感じだね。楽しいとか夢中になることにしか集中できないタイプの人だから、仕事に対する考え方もなんかもう本当に好きとか楽しいっていうのが一番で、なんか引きこもった時に好きになった海外ドラマも後に仕事になったりして、好きのきっかけでいろいろそっから自分の人生が変わってきたかななんて思いますね。今になってだから働き方とかいろいろ考えさせられるよね。去年新事業として東京エンタメ女子っていう多ジャンルのエンタメをギュッと詰めたショーをね、作ろうと思って、ちょっとメンバー集めて、活動を開始したばっかりなんですけど、で、今年のオリンピックに向けて、よし、エンタメで盛り上げるぞって思ってた時の、今ね、こういう状況なので、こうなっちゃうかっていうのはすごい残念というか、
まあ、基本的な活動がこうイベントに出演することだったりとか、あと自主公演とかだったりとか、まあ、そういうお仕事をねたくさん取っていくぞと思ってた時だったから、まあ、そのあたりもねちょっと今まああーってなってるんだけれども、今まで10年以上ソロでずっとマジシャンとして活動してる中で、その私がやりたかったこと、集団っぽい形で動くっていうのを実は2年前に1回トライしてて、3年前か失敗してるんだよね。そう、またこれもまあ挫折ですよね。こうなるんだと思って、で、まあ、去年ものすごくありがたいことに、まあ、今のね東京エンタメ女子のメンバーのみんななんだけれども、いろんないいタイミングといいご縁があって一緒にやってくれるっていう子たちが集まったんですよ。私がすごいリスペクトしている子たちと一緒に仕事ができるっていうのがすごい嬉しくて、だからそれもなんかちょっとタイミングだったのかなって、なんか3年前挫折しちゃったんだけど、そのタイミングじゃなかったのかなと思って、で今のこの現状はちょっと活動はできてないんだけれども、でもなんかこれは3年前の挫折がなかったら出会えてなかった子たちだったと思うので、そういう部分では本当に良いきっかけになったなと思ってて、あのダンサーで挫折してなかったら多分マジシャンになってないと思うんですよ。でもマジシャンになったことがものすごく良くて、なんかすごい自分に自信を持つことができたんだよね。なんか幸せな日々だったんですよ本当に。マジックショーのお仕事がすごい楽しくて、そう、悩むこともあるんだよ。特にテレビの仕事とかね、生放送とかね、悩んでた時期もいっぱいあったんだけど、大変だなっていう感じじゃないんだよね。なんか忙しければ忙しいほど超ハッピーみたいな、そうそうそう、やっぱ好きなことをやってるからなのかな。マジシャンになれてよかったなと思う瞬間が、やっぱりどんなに体調が悪かったりちょっとメンタルがやられてても、マジックショーした日瞬間ってすごくハッピーオーラに包まれるの。あの時にはちょっとねお客さんとのちょっとなんかこう噛み合わなかったりしてね、反省したりとかもしたり、あの無人島に行ったりとか、プロレスリングの上でマジックしたりとか、なんかマジックショーで楽しくやりたいのに盛り上げちゃダメだよって言われたりとか、もういろんなね現場があるから、ちょっとその時にちょっと気持ちがねうわってなることもあるんだけど、でも最高に楽しい仕事だったから、そうだからこそ、まあ今ねちょっとイベントができなくて、そういうショーとかもできないのはちょっと悲しいななんて思うんだけれども、マジシャンになれたっていうのも一つのその挫折のきっかけがあって、考えて行動した結果がこの道になったから、なんか今回も本当に今年1年私がやりたいような仕事がないかもしれないんだけれども、またこれが新しいこと考えるきっかけになったり、働き方をちょっと変えようっていうきっかけになったり、なんかのきっかけになるのかなって思ってるんだよね。考えようだよねっていう感じだから、分かんない、来月2ヶ月後3ヶ月後に全然違うことを思ってるかもしれないんだけど、この状況をどう生きるかはもう自分次第なのかなって思ってるんだよね。で、まあ、そんな中で、この状況になったことによって、今ねもともとダンサーだった時の、まあ、友人とか仕事関係の人たちから、まあ、連絡が来るようになったりとか、連絡が取れたりして、まただからちょっと新しいことが始まってるんだよね自分の中で。もともと私 APEX にいたんだけど、その時の、まあ、アーティストさんのマネージャーやってた人から連絡が来て、ちょっと今仕事の話させてもらったりとか、あとはまあそのダンサー時代にすごいリスペクトしてたその子とね、ちょっと久しぶりにね SNS を通じて話できたりとか、だからなんか、あ、またこれも一つの出会いのきっかけになったり、また新たなつながりができたりとか、するかもしれないから、まあ、それは本当になんか大切にしたいななんて思っているね。まあ、自分の好きなこととか楽しいと思うことだけじゃ、まあ、やっていけないのかなってちょっと思うんだけど、でもやっぱ私の中では夢中になれる何かをやりたいなと思ってたりとか、あとは楽しいことを探したいし、なんかそういうのをお伝えしていきたいなとも思うので、今はやっぱこう自分探しな感じかもしれないですね。なんか今までこれが正しいとかこうだって思ったことが多分もう覆されてきてるんで、この質問に関しては去年と今じゃ全然答えが変わってきちゃうのかもしれない、ね、今までが本当楽しく仕事ができてきてありがたかったなって改めて思いますね。
ちょっとまたこれを機にね、一旦改めて考えつつ、良い情報とかがあればね、シェアしていけるように頑張りたいと思うので、皆さんこれからも引き続き応援よろしくお願いします。まあ、コメント質問ものすごく嬉しいので、ぜひ書いてもらえるとありがたいです。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。